大田川駅は愛知県東海市大田町後ろ田にある名古屋鉄道の駅。駅番号は TA09。東海市の代表駅である。当駅で常滑線から高和線が分岐する。2003年3月から2011年12月まで前後の線路を含めた高架化工事が行われ、2011年12月17日に3層構造の高架駅となった。 ミュースカイの一部も停車する特急停車駅である。名鉄は2005年1月29日に7駅の駅名を一斉に変更したが、当駅においても駅名の変更が検討されていた。2002年度に東海市が実施したアンケートでは、大高和駅の駅名変更について、どのようにお考えですかとの問いに対し、ぜひ変更した方が良い、変更した方が良いが、 合計32.4%、現在の駅名が良いが63.1%であった。変更後の駅名としては、東海、東海中央、東海市、新東海などが上がった。現状の駅名を支持する意見が多かったにもかかわらず、市が設置した検討委員会は2003年8月、駅名を東海に変更すべきとする答申を行い、当時の鈴木厚夫市長は、 答申を尊重すると述べた。その後、2004年1月に実施した大田町内会への説明会で反対意見が出たことや、駅面変更に反対する署名活動が起こったことなどから、同年3月には変更の見送りが決まった。名鉄発となる3層構造の公開機で、1階がコンコース2.3階がプラットホームとなっている。1階には自動券売機、 改札口、駅事務所、多目的を含む、トイレ、売店がある。2階に1から4番線、3階に5.6番線の、計3面6線が設置されている。2階ホームと3階ホームの間には、中3階が設けられて、各ホームを連絡している。すべてのホームに車椅子対応エレベーターと、エスカレーターが設置されており、2階の3.4。 番線と3階の5.6番線を直結するエスカレーターも設けられている。中3階にはエレベーターと階段が通じているがエスカレーターはない。発車表は種別部分がフルカラーで自動放送は種別、行き先、停車駅の順に読み上げるタイプとなった。また、6プラス2や4プラス2と書かれた停止位置目標が立てられている。 駅東側の駅前広場が2012年3月に完成した。バス乗り場は3月20日に仮駅西口付近から駅東側へ移転した。駅の高架改善、高和線の上下本線と交差する床滑線下り線は通過速度が抑えられていたが仮線以降と同時に高速分岐器が取り付けられ、ミュースカイは当駅も最高速度時速1 2 0で、 通過するようになった。降下化後も、駅南に流置線が2本残されている。島式2面4線ホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有していた。東口の旧駅舎は付近にある、未六時の宝塔を模した特徴的な構造をしており、1986年の駅舎改築時も、旧駅舎から宝塔部分を移設して、その造形を維持していたが、 高架化事業に伴って2009年2月20日に解体された。自動券売機、自動改札機、自動生産機などの設備はあったが、エレベーターは設置されていなかった。また、高和線からの上り列車は配線の都合上3番線にしか入線できないため、高和線からの普通列車が空港方面からの優等種別に接続する場合、 4番線の優等種別が先に発車となり、通常とは発車する順番が逆になっていた。高架化事業に伴い、2008年11月23日に仮駅舎、仮線に移行した。仮駅舎にはエレベーターが各ホームと西口に1台ずつ設置されていた。改札口は、橋上の1箇所で、出口は、東口と西口の2箇所であった。 LED タイプの発着案内板が設置され、自動放送も稼働した。旧駅舎では、安頓方式の行き先表示器が使われていたが、仮駅本格供用開始時に、神宮前駅などと同じ LED タイプの行き先表示器に変わり、役割を終えた。当駅に設置されていた安頓方式の行き先表示器は、 名鉄資料館に移設、展示され、実際に操作することも可能である。仮駅舎は2012年2月に取り壊され、跡地には、ラスパ大田川、空戸大田川、ユーマル東海などの再開発ビルが順次建設された。当駅の高架化は、愛知県が事業主体となる大田川駅、付近連続立体交差事業によって行われた。この事業では、 名鉄と小波線、高和線の大高和駅付近の約 2.7km 区間が高架化され、開かずの踏切である大高和1号踏切を、はじめとした、区間内の6カ所の踏切が除却された。2011年12月17日の始発列車から、高架路線が使用されている。また、高架化により、 中部国際空港方面の列車と高和線からの列車との平面交差が解消された。常滑空港方面からの普通列車は、ほぼ終日渡り駅止まりである。常滑空港行きの普通列車は、一部を除き平日は、東駅発、土休日は、金山発となっている。土休日には東駅発の普通金山行きもある。また、 一部の列車は当駅で増解決を行う。名古屋方面の列車は、常滑、中部国際空港方面からの列車が2階の3.4番ホーム、高和線からの列車が3階の5.6番ホームから発着する。当駅で、常滑、中部国際空港方面からの列車と高和線からの列車との乗り換えには移動が伴うため、平日朝ラッシュ時は、樹楽園駅に、 快速急行4本、急行5本を特別停車することで、当駅での緩急接続を保管している。このようなことからか、5番ホームはほとんど使用されない。高和線側に引き上げ線がないため、同線からの当駅止まりの列車は直接折り返しができない。そのため、列車番号を変えて引き続き、名古屋方面へ運行されるか、樹楽園駅や大駅まで一旦改装される。 東駅始発の名古屋方面の列車は、港和方面からの回送列車が、大高和駅で、営業列車に代わる列車を除き、3.4番ホームから、発車する。東海市の統計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。床滑線、空港線では、神宮前駅に次いで2番目に多く、港湾線では、最も多い。 大田川駅ロータリー周辺の地名は東海市大田町となっており、駅名とは異なり点がつかない。近くを流れている河川も点のない大田川という名称である。かつては東駅終わり横須賀駅間にボタン屋に駅が存在した。同様の駅構造は今宮駅や京急蒲田駅においても見られるが、ホームの位置や配線は異なる。京弁鉄道運輸開始。 漢方1912年2月27日、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、938ページ。地方鉄道営業マイルほど変更、漢方1922年8月5日、ABC 名古屋鉄道株式会社、この駅この町沿線散歩、名鉄100駅名古屋鉄道広報宣伝部。 1986年、139ページ。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年、982ページ。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年、1030ページ。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。 1994年340ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史市名古屋鉄道。1994年1058ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史市名古屋鉄道。1994年581ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史市名古屋鉄道。 1994年570ページ。床滑線、東和線、大田川駅付近連続立体交差事業仮線、切り替えに伴う、仮駅舎共用開始平成20年11月23日の、初列車から、仮線での列車運行、開始予定名古屋鉄道、2008年11月6日、床滑線。 高和線大田川駅付近連続立体交差事業を12月17日から本線切り替えに伴う本駅舎共用開始同日より一部大屋改正も実施名古屋鉄道2011年10月19日 AB 東海市議会定例会2003年3月13日東海市議会定例会2003年9月10日東海市議会定例会 2004年3月11日、ABC、大高輪路線一覧、名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。小笠原秀樹、最近の大規模改良工事について拠点駅における、鉄道高架化事業 P100。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道。 間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図大高和駅、付近連続立体交差事業名古屋鉄道とこなめ線、高和線の高架切り替えについて踏切渋滞が、解消されます愛知県、2011年10月19日最終更新、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。名古屋鉄道、名鉄1983名古屋鉄道、1983年、36ページ。東海市の統計東海市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道、パスポートセンター。東海市、 2018年6月6日閲覧パスポート申請について千田市2018年6月6日閲覧ありがとうございます